はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、固定資産税の3回目の動画特例について解説いたします。大きく分けて2つの特例があります。1つ目が住宅用地の課税標準の特例、もう1つが新築住宅の税額控除、2つあります。まずちょっと違いだけ確認しておくと、まずこっちが住宅用地だから土地についての話なんですね。で、一方はこっちは新築住宅なので建物についての話です。で、またこっちは課税標準の特例と書いてある通り、課税標準が一定金額少なくなる、一方でこっちは税額控除なので税額が一定額だけ少なくなるということで、まあ、違いが2つあるんですね。土地と建物の違い、また課税標準と税額の違いっていうのがあります。で、課税標準と税額の違い、これ大丈夫でしょうか。課税標準っていうのは、まあ、固定資産税であれば固定資産課税台帳に登録されている価格が課税標準なんですね。なので、その登録価格を一定額少なくして計算できますよっていうのがこっちです。で、一方でそこにさらに税率をかけますよね。課税標準に税率をかけて算出された金額、これが税額なんですよ。この税額を差し引くことができる、少なくすることができるのが税額控除なんですね。なので、ちょっと固定資産税だと分かりにくいと思うので、例えばペンを買いましたと、このペン、100円のペンだと仮定して、消費税が 10%、100円であれば消費税 10%、税額は10円ですよね。これで考えてみると、課税標準はこの100円です。この100円っていうのが、例えば90円として計算できますよ。つまり、90円に 10% をかけて、9円。これが税額、消費税になりますよ。つまり、109円ってなるわけですね。税込み価格が。まあ、これが課税標準の特例です。簡単に言うと。で、一方で、こっちの税額の控除っていうのは、100円に 10% かけて、10円。これが税額ですよね。で、この税額、この10円を、例えば、2円引くことができますよってなってきたのが税額控除。つまり税額が10円じゃなくて、消費税が10円じゃなくて8円になりますよ。これが税額控除なんですね。だから差し引く部分が違うんですよ。課税標準から差し引くのか、税額から差し引くのかで話変わってきますよってことですね。なんでちょっとこの点も注意をしておきましょう。で、まず一つ目、住宅用地の課税標準の特例について解説します。これ住宅用地なので、住宅用の土地じゃないと、これ適用されないんですね。例えば住宅用じゃない土地、商業ビルが建っているその敷地、これについてはこの特例使えませんよってことですね。で、まず住宅用地の特例についてなんですが、200平米以下の部分については、課税標準が6分の1になりますよ。200平米を超える部分については課税標準が3分の1になりますよっていう特例なんです。まあ、これだけ聞くとね、あまり意味がわからないかもしれないので具体例出します。例えば300平米の住宅用地がありました。300平米の住宅用地で、この住宅用地の課税標準、つまり固定資産課税台帳登録価格、これが900万円だったと仮定します。そうすると1平米あたりの課税標準っていうのは3万円ですよね。まあ、これ割り算したらいいです。900万割る300平米をすると1平米あたり3万円です。で、今300平米あるわけだけども、200平米以下の部分、つまり200平米分ですね。これについては6分の1になるって話ですよね。で、200平米分の課税標準っていうのは200平米かける3万円で600万円ですよね。つまり300平米ある中の200平米分、この200平米分の課税標準は600万円です。で、これが6分の1になるから、課税標準は100万円になるんですね。200平米以下の部分は。で、一方で200平米を超える部分っていうのは、300-200をすればいいわけだから、100平米分ですね。残り100平米分。これについては3分の1になるんです。で、100平米分については、課税標準、いくらかというと300万円ですね。100平米かける3万円なので300万円。300万円が3分の1になるわけだから100万円。つまり200平米以下の部分についての課税標準は100万円。また200平米を超える100平米部分、これについての課税標準も100万円。結果として合計は200万円になりますよということです。
なので、もともと、この300万円の住宅用地の課税標準は900万円だったんですけども、この特例を使うことによって200万円まで下がりましたよと。700万円分課税標準が下がりましたよっていう話です。なので、これに税率、例えば標準税率 1.4% をかけて、この住宅用地の固定資産税の税額を計算することができると、まあ、いうことですね。で、続いて、新築住宅の税額控除。これは新築住宅って書いてある通り、まあ、新築の住宅が、まあ、適用要件なんですね。まあ、適用要件の一つと考えてください。例えば、自分が住むための建物も対象です。また、アパート、他人に貸す、貸し屋についてもこれ、含みます。っていう話ですね。で、どんな内容かというと、120平米までの住宅部分の税額が2分の1になりますよっていう話です。まあ、戸建てであれば、まあ、自分自身が住むわけなんですけれども、まあ、その場合、120平米までの住宅部分の税額が半分になるよってことですね。で、アパートの場合どうなるかっていうと、アパートの場合は、まあ、一つ一つの部屋ですね。まあ、マンションでもいいですよ。マンションでもいいです。一つ一つの部屋について、120平米までの住宅部分については税額が2分の1になりますよっていう話です。これ控除される期間っていうのが決まっていて、もうずっと固定資産税が2分の1になるっていう話じゃないんですよ。これは基本的には3年分です。3年度分。3年度分が2分の1になります。ただ、3階以上の中高層の耐火建築物、イメージとしては3階以上の、例えば鉄筋コンクリート作りのマンションだったりとか、鉄骨作りのアパート。まあ、こういったものが、まあ、耐火建築物に当たるので、まあ、そういったものについては5年度分が2分の1になりますよ。っていうことですね。通常、この上、5年度分適用されるのは、まあ、一般的には、貸し屋が多いですね。アパートとか、マンションとかが多いと思います。で、また、別の要件があって、それは何かというと、居住部分が総床面積の2分の1以上じゃないとダメですよ。ってことです。これ言い換えると店舗兼住宅っていう場合もこれ適用されるって話なんですよ。店舗部分が100平米あってで住宅部分が、120平米あるといった場合、この場合住宅部分総床面積の2分の1以上ですよね。店舗部分が100平米でそれ以上住宅部分120平米あるわけだから2分の1以上だからこれ OK ですね。また床面積50平米以上を280平米以下の場合適用されます。で、貸し屋の場合っていうのは、一つ一つの部屋が40平米以上を280平米以下であれば、これ適用されますよっていうことです。まあ、この1番2番の要件を満たした上で、まあ、新築住宅っていうのが要件になってくると、まあ、いうことです。まあ、それらの要件を満たした場合、3年度分もしくは5年度分の120平米までの住宅部分の税額が2分の1になりますよと、まあ、いうことです。なので、まあ、これですね、まあ、細かい部分まで解説してるんですけども、重要な部分で言うと、まず新築住宅が適用要件なんですよ。だから、これ、新築してから5年度分ですね。これも新築してから3年度分が控除されるよ。2分の1になりますよっていう話なんですよ。で、また、120平米までの住宅部分です。これですね。120っていう数字も覚えていただいて、あとこれは税額控除なんだっていうことも頭に入れていただき、で、2分の1、半分になるよ。税額が半分になるよってことですね。また、アパートとかマンションでも居住用であればいいですよと。住宅であればね。住宅であればいいですよ。また、店舗兼住宅とか、事務所兼住宅とか、まあそういったものでも、住宅部分が総床面積の2分の1以上であれば適用されるよ。で、できれば、ま、床面積ですね。50平米以上、280平米以下。貸し屋の場合は40平米以上。まあ、このあたりもできれば、頭に入れていただくのがいいんですけども、ちょっとここまで難しいっていうのであれば、まあ、ここは最悪覚えなくても大丈夫です。まあ、可能性としては出てくるのでね、覚えていただいた方がいいけれども、まあ、なかなか覚える部分多いので、この赤文字部分ですね。赤文字と青文字か。この辺は頭に入れていただき、できればここですね、居住部分が総床面積の2分の1以上であれば適用ですよ。この辺はちゃんと頭に入れておきましょう。またこっちですね、まあ、こっちの方が出やすいかなと思います。200平米以下の部分は6分の1、200平米を超える部分については3分の1になりますよ。まあ、具体的な計算までは頭に入れていただかなくて大丈夫なんですけども、
まあ、こういった具体例があった方が、これは理解しやすいと思いますんで、ぜひですね、理解できていないっていう方は、こっちの具体例も頭に入れておくといいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。